こんにちは、のりこです。今日は健康的に痩せるための3つの提案についてお話をしたいと思います。健康的にダイエットをしたい、ボディメイクをしたいと感じている方はぜひ最後まで聞いていただけたらと思います。まず結論から言います。 1. バランスよく食べる。 2. 運動をする、または体を動かす。 3. ストレスをためすぎないの3つです。当たり前すぎてもうそんなの分かってるよと思われたかもしれません。確かに王道なのですが、なぜこの3つが大切なのかを解説していきます。まず1つ目のバランスよく食べるです。しっかりと必要な栄養素を摂ることで筋肉がついたり、お通じが良くなったりして体がどんどん元気になっていきます。極端に食べなかったり栄養が偏ると健康的には痩せることができません。私は以前、今よりも体重が10キロ以上重たかったことがあるのですが、実際食べる量は今よりも少なかったです。朝は食べたり食べなかったりで、昼はパン2個だけとか、たまに外食やコンビニ弁当で、夜は残業の多い仕事をしていたので、会社でお菓子をつまんで帰宅してコンビニのおにぎり2個とアメリカンドッグ1個だけとか、そんな感じでした。でもなかなか痩せなかったです。当時は代謝も落ちていたと思いますし、少し痩せてもすぐにリバウンドしていました。栄養をしっかりとって、まずは活力のある体にしていきましょう。そして食べ過ぎも食べなさすぎもどちらも NG です。そして2番目の運動をする、または体を動かすです。運動なしで痩せるとかの謳い文句には惑わされないでくださいね。運動をすると得られるメリットが3つあります。まず筋肉を鍛えることができます。筋肉がつくことで代謝が上がったり、冷えが改善されていきます。女性の場合は適度な運動だけでムキムキになることはありませんので安心してくださいね。2つ目は体を動かすことで血行やリンパの流れが良くなってむくみが取れます。むくみが取れると体も軽くなって見た目もすっきりしていきます。3つ目はストレス発散、リフレッシュ効果があります。精神面でも運動には良いことがありますので、まずはできる範囲で体を動かしてみましょう。散歩でもその場でスクワットでも OK です。それに慣れてきたら徐々にちょっときついと感じる程度の運動をしてみましょう。そうすると体のラインに変化を感じられるようになると思います。では最後の3つ目、ストレスをためすぎないについてです。ストレスがかかりすぎると自律神経のバランスが乱れやすくなります。それによって血行が悪くなって体が冷えたり代謝が下がって、また便秘にもなりやすくなります。ストレスによって体がちょっと元気じゃない状態になって太っていってしまうというイメージです。また人によっては食べることがストレス発散になりますので、暴飲暴食にもつながりやすいです。ただストレスは普通に生活していたら当然あるものです。ストレスは時にやる気やモチベーションにもつながりますので、ストレス自体が悪いことではありません。でもストレスが溜まっていくコップがあるとしたら、それがいっぱいいっぱいになる前に
減らしていくことが必要です。好きなことや興味のあることをしたり、体を休ませたり、自分なりのストレス発散方法を見つけて自分を大切にしていきましょう。ダイエットはすごく関心の高いテーマだと思うのですが、やはり長期的に見たらダイエットと健康はセットで行うことが大事なんじゃないかなと思います。私も今でもダイエットをする時があります。ただ以前のような不健康なやり方ではなく、健康的にボディメイクをしていきたいなと考えています。それでは本日のお話は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。